皆さんこんにちは、荻上チキです。今日はメディアを通じていかにして少数者の声が抑圧されたり、少数者の声が拡大されたりするのかという点についてお話したいと思います。この世界にはいろんな意見の持ち主の方がいます。その意見の中には多数派の意見を持つ方もいれば、少数派の意見を持つ方もいる。あるいは多数派の属性にいる方もいれば、少数派の属性にいる方っていうのもいるわけですね。そうした中で、メディアの中ではどうしても多数派の声が大きくなり、少数派の声が抑圧されるというような状況というものが起こりがちです。これはメディアに限らず日常の生活の中でもそうですね。何か会議の場で偉い人、重役の人、自分に立ってよりも上司に当たるような人たちっていうものがどうしても声が大きくなって、でそうしたような人が何か意見を発すると、多くの人たちがさすが社長ですっていうような格好で従っていくというような状況が生まれたりするわけですよね。そうしたような空気のところで異論を述べる、社長それは違うんじゃないですかっていうふうに述べるということは大変に難しいことがあります。こういったような会議の場でも時間が経てば経つほど、どん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 多数派の意見というものが固まっていって、ますます少数派の意見というものが言いにくくなるということがあります。これはそのテレビでの世論形成においても同じことが言えるんですね。こうしたような現象のことをメディア論では沈黙の螺旋というふうに言います。沈黙がどん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 ぐる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 強くなっていく、そうしたようなその状況を指すわけですね。多数の人たちの意見がメディアを通じて見えるようになった。そうすると少数派の意見を持っている人たちは、ああ自分の意見というのは少数派なんだということで、その意見を言いにくくなるわけです。そうすると結果として多数派の意見のふりをして様々に発信をしたり、あるいは少数派の意見を言わなくなってきたりする。そうするとますますメディア空間には多数派の意見が溢れていって、それがまあ世論としてまとまった意見ですねっていうような格好になっていくわけですね。これはいろいろ議論を重ねていって成熟した答えにたどり着いたというようなプロセスであればとても豊かなことです。一方でとても繊細なテーマについて少数者の声を結局は潰してしまったというような過程などであれば、これは悲しいことなんですね。こういった沈黙の螺旋なのか、それとも世論形成が成熟したのかということについては、ただ世論調査をしているだけではわからないです。世論調査の結果、ある意見に対する賛成の人が増えた、あるいは反対の人が増えた、そのことは単なる数字の変化に過ぎません。その背景にあるのが、議論が行き尽くしたことなのか、成熟したことなのか、それともなんとなく多数派の声に飲まれていったことなのか、そのあたりの温度感というものはつかみにくいところがあるんですね。で、この沈黙の螺旋というところに注目をすると、今、例えばメディア、そして政治、あるいは経済の世界の中で、パリテ、男女対等ということが注目をされ、強調されるようになっています。例えば、ゲストを呼ぶときは男女同数になるべく近くしよう。政治家や、あるいは重役を選ぶ際も、女性比率についてしっかり考えようじゃないか。そうしたの議論がなされたりしています。これがパリテということですね。で、このパリテという観点から考えると、テレビで女性の意見が取り上げられにくい、あるいは女性が様々なディスカッションの場所で自分の意見を述べている場面というのが映りにくい。そうしたような風景を見ると、人々はこういった場所では私たちの意見というのは聞き取られづらいんだなと、聞いてもらえる機会が少ないんだなというふうに学習をしたりする。で、実際そうしたような議論の場所に参加すると、確かに男性の方が多くて女性の方が少ないという状況になる。そうすると、ますます喋りがたくなる。で、そうして喋りがたくなったり、プレッシャーによってうまく喋れないということが起きたりすると、人々のステレオタイプが形成をされることになる。つまり、女性は理性的ではない。あるいは女性はそういった議論の場に出てこないじゃないか。というような、そうしたような印象が広がってしまう。そして、ますます女性の沈黙が続き、男性の声ばかり大きくなる。こういったようなその沈黙の螺旋というものが生じるわけですね。この沈黙の螺旋の対概念にあたるようなものというのはいろいろあるんですが、今日はその一つ、クリティカルマスという言葉に注目をしてみましょう。クリティカルマスというのは、臨界質量と直訳するわけですけれども、要は一定のポイントに達成をしたら、その物事に対する状態が変化をするというような意味の言葉ですね。で、特にこのステレオタイプであるとか、あるいはマイノリティ研究におけるクリティカルマスというのは、要は比率が一定の割合を超えると一気に風景が変わるというようなことを指し示す言葉なんです。これはどういうことかというと、いろんな実験で、例えば人種的少数者、あるいは性別的少数者、あるいはセクシャルマイノリティなど、いろんな属性に着目をして実験を行う。そうすると比率が一定程度配慮されていて、マイノリティとされる人たちがたった一人で意見をするのではなくて、複数のグループを作れるぐらいにしっかりとメンバーが集まっている状況だと、その場所での議論のあり方というのは変わってくるんです。
その議論に参加をしている人たちは、生き生きと少数者であったとしても、安心して情報発信をしたり、あるいは他の人たちの意見というものを適切に交わすことができたりする。積極的にもなってきますし、表情も非常に多様になってきたりするんですね。職場などの生産性に着目をすると、労働生産性などが上がっていく。パフォーマンスが向上する。そして幸福度が上がったり、自尊心が上昇したり、ということが起こるわけです。つまり、一見パリテなどのような政策というのは、数値目標に合わせるだけで実際が伴わないんじゃないかという批判があったりするんですけれども、むしろその逆で、多くの当事者たちがそこにいる。自分の仲間がそこにいるんだ。というふうにその感じることによって、その人はより生き生きと堂々と活動することができ、そのことが実は会社全体、社会全体のパフォーマンスを上昇させるということが分かった。そして、こういったようなその人数合わせというのは、他の労働改善とか、他の環境改善に比べて、はるかに楽なので、むしろそうした数字にだけ着目をして、人数の部分を改善するだけでも、その社会、その会社などは生産性が向上してくれるということが分かった。だからこのパリテなどは、まあ人道的な観点からも重要だし、同時に労働生産性の観点からも重要だし、ということになった。そのフックになるのは、やはり人々の心理に強く影響を与えるから、ということになるんですね。で、こういったようなその一定の人数を超えるポイントというのがクリティカルマスということになるわけです。女性閣僚がたくさんいるうちの一人だけではなくて、二人。でも二人だけではなくて、三人。すなわち、複数のグループを作れるぐらいに、その当事者というものが存在をすれば、多様な意見を自らの意見として発信することができる。女性の観点というような、そうしたポジションだけを求められるわけなので、自分の観点、あの人とは違う私の観点というものを発信することがしやすくなったりもするわけです。このパリテというものを、政治、あるいは経済、メディアの世界なので実現していくのは、それなりに今大変な道筋ではあります。僕も自分の番組でパリテを実現しようというようなことは、数年前からずっとスタッフと共有していました。ただ、例えば、報道番組などでゲストに呼ぶ方というのは、研究者の方が多いんですよね。で、研究者の方の、じゃあ男女比率はどうかというと、日本の女性の研究者の割合というのは 15% 前後。今はもう少し増えているかもしれませんが、でもそれぐらいなんです。2割届いてないんですね。そうすると、女性の研究者のゲストを探そうということになると、例えば論文の引用件数が高い人から探していこうとか、あるいは書籍のラインナップを見て、その中で面白そうなものを選ぼうってなった時に、たまたま女性の比率がぴったり半々になってくれるっていうのことは起こらないんです。だから、メディアの方がより積極的、自覚的に、意識的に探していき、そのメディア環境を整えるっていうことも必要になってくるわけですね。だから、研究の世界では、研究者の女性比率を短期間で上げるということはできません。で、実際そうにもかかわらず、メディアの方は、一方で、その比率を頑張って上げましょうということをしなくてはならないわけです。なぜしなくてはならないのか。そこで、多くのステレオタイプや社会的メッセージが発信されるから。だから、政治の世界や経済の世界や、そして、研究の世界よりも、はるかに難しく、しかし責任を伴うのが、メディアの世界だとも言えるわけですね。なので、いきなり半々は難しいかもしれないが、少なくとも研究者比率 15% なのであれば、その数字に少なくともイコールになる。あるいはその場合の3割ぐらいを目指す。そうしたような目標があってもいいと思うんですね。このようなメディアの様々な発信を通じて、沈黙の螺旋が終えていく。あるいはクリティカルマスを超えて、より生き生きとした情報発信をしやすい状況にしていく。そうしたようなプレイヤーにどのメディアが率先してなっていくのか。あるいはそうしたメディアにならないのか。そうしたメディアの見比べというのも必要になってくると思います。荻上チキでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。